私の名前はカビーヤ。インドのジャバルプルという町の寺院で全身ぐにゃぐにゃの司祭として崇められている。幼い頃の私は特別体が柔らかいこともなく、この世の中のものは全部神様からの贈り物なのよ。へえ。ごく普通の子として両親の愛情を受けて育った。しかし5歳の時、謎の体調不良に見舞われて、カビーヤ大丈夫？体が重いよ。入院することになった。そして精密検査を受けた結果、骨が変形していますね。え？骨が？体が収縮して骨が曲がってしまう珍しい病気だと判明した。原因がはっきりしない奇病のため、適切な治療法が分からなかったが、他にいい薬はないんですか？今度はこれを試してみましょう。両親はあらゆる可能性を探ってくれた。しかしどんな治療法を試しても効果が見られず、なんとか治療法が見つかるといいんだが、私の体はどんどん収縮し曲がっていく一方だった。やがて私は20歳になったが、病気で体の成長が妨げられたため、こんなんじゃまともに仕事もできない。身長は70センチしかなかった。私は自分の運命を呪ってどうして僕がこんな目に、神様の意地悪、カビーヤ。何もかも嫌になり自暴自棄になった。いつもイライラしていた私は心配してくれる父や母に八つ当たりし、こんなまずい飯食えないよ、なんてことするんだ、随分とひどい態度をとった。しかしある時、ごめんねカビーヤ、健康に産んであげられなくて本当にごめんね母さん。母の涙を見て、両親も自分と同じくらい、いやもしかすると自分以上に辛いんだと気づいた。そんな時、幼い頃に聞いた母の言葉を思い出した。この世の中のものは全部神様からの贈り物なのよ。神様からの贈り物？私は雷に打たれたような衝撃を受けた。この世のすべてが神からの贈り物だとしたら、この一輪の花も僕も同じく宇宙の一部なんだ。私もこの体も神が恵んでくれたものに違いない。私の体が曲がっているのは神がくれた個性。母さんすごく美味しいよ、いつもありがとう。そう考えるようにしてから世界の見え方が瞬時に変わった。それからは日常生活のありとあらゆることを、洗濯なら私がやるよ、自分の服くらい自分で洗うよ、他者に依存せず全て自分でやるようにした。うちにお客さんが来たら、こんにちは、いらっしゃい、どうぞ、ありがとう、お茶を入れることだってできた。市場へ一人で出かけて行って、いつもの香辛料をください。はいよ、おまけしておくね。買い物だってできるようになった。それだけじゃなく、以前は絶対に無理だと思い込んでいた旅行さえ一歩踏み出せば人生は変わるんだな。自由に楽しめるようになっていった。そんなある日、私の生き方に共感してくれた友人が、僕の寺院に来て君の考えや経験を多くの人に伝えてみないか。寺院へ誘ってくれた。こうして私は寺院で修行を積みながら多くの人と交流し、あなたの命も私の命も等しく天から贈られた宝物です。はい。やがて司祭となった。寺院でも私は誰の助けも借りずに生活した。花の植え替えはこうやるんだ。さすが神谷さん。それどころか大好きなガーデニングの作業ではみんなを助けることもよくあった。寺院で修行するうちに、ずっと昔にも障害を持った司祭がいたのか。ヒンドゥー教には体に障害のある司祭の話が伝わっていることを知った。私がその司祭の生まれ変わりと信じられるようになり、今は辛くても必ず報われる日が来ますよ。ありがとうございます。気がつけば私の周りにはいつも人が集まっていた。やがて私は体が曲がっていることから、カビーヤ様、ぐにゃぐにゃ司祭様、ぐにゃぐにゃ司祭の愛称で崇められるようになった。そして今では地元住民と一緒に散歩をしたり、いい天気ですね、そうだな、しっかり捕まっててくださいよ、ドライブに出かけて交流を深めたりと、豊かで充実した毎日を送っている。自らの不幸を嘆くのではなく、前を向くことで人生は変わる。私はこれからも人生の素晴らしさを身をもって伝えていきたいと思う。